A 徳一は中華人民共和国関東省、清支援市に位置する研究市。過去、A 州とも呼ばれた。関東省内最大の研究行政区である。全111年、全館により、要、含む両県が設置される。1195年、南宋が不正を施行した際に、秀則府が設置され、現代に A 特州、秋代に、秀則県に改められた。 中華人民共和国が成立した後は、小石市の管轄に置かれたが、1988年に新園市の管轄となり、さらに1994年に研究市に昇格し、現在に至る。下部に一街道、23鎮を管轄する A、特一には39種の鉱物資源が発見されて、織、硫黄、鉄、金、銀、銅、亜鉛。 石炭など埋蔵量が豊かとされる。地域には典型的なカルスト地形が見られ、石灰岩を多く産出する。近年のセメント工業の発展で、現在関東省で最大のセメント生産基地となり、多数のセメント工場が創業し、環境汚染の根源ともなっている。A 徳市はまた、干渉用石材の名産地となっており、A 徳市は、 中国次第干賞席の一つとなっている。米、サトウキビ、タケノコなどの農業が盛ん。茶の生産も多く、秀での紅茶は中国五大紅茶の一つとして、イギリス女王の来客用として供されたことがある。また、霊子の香りをつけた霊子紅茶も作られている。ありがとうございます。